京都に行ってました。楽しかった。末っ子長男さん、陣来さん、翔一さん、めっちゃ可愛い。これはめっちゃ可愛いのいいです。鳥さんさん、ニーくん、めっちゃ盛り上がってた。めっちゃ盛り上がってくださってて、すごいね。今日のなんだろう、距離も近かったし、声もめちゃめちゃ聞こえたし、最高でした。最高でした。京都ヒューガヒャンさん、ありがとうございます。もやし生活さん、くす玉ありがとう。パンパカパーン。観光はね、全然できんかったんやけど、でも普通に京都駅降りて京都タワーとか見れたし、タクシーで移動してる時とか、なんかね、街並みがやっぱね、京都いいんですよ。街並みがやっぱ素敵。そう、車からの街並みもやっぱり、あいいなって言ってみんなで話してたり、そう、お寺じゃない、神社、何神社だったっけ、神社が見えてね、いやお寺神社ちょっと忘れちゃったけど、タクシーの運転手さんがなんか教えてくれたりして、これは何々何々ですよって言って教えてくれたり、もうちょっと行ったら何々があってとか、めっちゃ優しかった、タクシーの運転手さん、教えてくださって。そう、そんな観光はできなかったんですけど、楽しめましたし、またちょっとゆっくり京都行きたいなって思った。いや、修学旅行の猫たちもめっちゃいたよ、駅とか。すごい青春やーって思いながら。最近学生見てもさ、修学旅行生見てもさ、私中学生なのか高校生なのかが分かんなくてさ、なんか自分が中学の時とか高校の時はなんか分かったんですよ、普通に。自分より、あ、自分が中学の時はすごい大人っぽかったら高校生だなとか、高校の時はちょっと幼く見えたら中学生だなとか分かってたんだけど、そう、最近はね、もう分かんなくて。そう、と、ちょっと時の流れを感じました。あれ、中学生なのかな、高校生なのかな、どっちだろう、分かんない。あ、そうね、中学生がもうね、大人びてるっていうのもあるよね。それもあるよね。そう、自分の、そう、年を感じました。あの人たちは中学生なのかな、高校生なのかな。ってなったね。ビルマさん、太陽ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。そう、抹茶のアイスも食べた。駅帰るときちょっとだけお土産とか買う時間があって、抹茶のアイス食べたよ。美味しかった、感動。めっちゃ、そう、抹茶が濃くて、お土産はね、八橋の日記、ケロ日記も送ったんだけど、ケロ日記に送った日記を一個買った。よ、
よ。山井さん結婚してギフトありがとうございます。結婚は遠慮しとこう、遠慮しとこう。コーラさんも遠慮しとこう。いやもうね、お土産買う時間が本当に10分とかしかなくて、10分、いや8分とかしかなくて、あれ10分ぐらいあったのかな、8分、あまり全然なくて時間が。だからそうカズサさん、クマありがとうございます。クマありがとう、ありがクマです、ありがとう。クマリコちゃんと協力してリコちゃんにちょっととりあえず何でもいいから八つ橋よろって言って、で私がリコちゃん分のアイス買って分担してました。結構どっちもね並んでたから。アッキーザラ大好きマンさん、結婚は遠慮しておきます、遠慮しておきます。まだ八つ橋はね食べてないんですけど楽しみです。日記日記ニッキッキ、トトトトトトト、なんかさ手首が痛くてさ、私昨日の夜から本当に手首が痛くって、今もちょっと痛いの。え、筋肉痛なん？昨日のボーリング大会の影響なん？分からんけど、昨日の夜からずっとなんかシップみたいなやつ貼ってて、ちょっとはマシになったんですけどね、手首が痛くって。でもね、左手なの、左手。私基本片手で投げてた時は右手使ってたし、両手に変えた時も左手はそんなに使ってないはずなんですけどね。でも左の手首がもうなんかこの角度にしたらね、この傾けの角度にしたらめちゃめちゃ痛いの。まだ痛いな感じ。そう、私は両手投げです。左手は普段使わんからかな、負担がかかったんかな。16ポンドやったんかな、私のオレンジボール。痛いんですよね、という感じです。今日はね、もうでももう髪の毛ね巻いてたんだけど、もうさすがに取れちゃってるな。もうちょっと巻きがだいぶ取れちゃっているんですけど、今日はスヌーピー巻きにしてもらいました。リコタがピちゃんスヌーピー巻きしてほしい、ピちゃんのスヌーピー巻き見たいって言ってくれたので。翔一さん、クマありがとう、ありがとう、クマありがとう、クマです。京都弁はね、行きがけの時のタクシーの運転手さんが降りる時ありがとうございましたって言ったら、おおきに、おおきにって言われたおおきにって言ってくださって、ああ
京都やってなりました。それぐらいかな。それぐらいかな。え、コンビニもそうなん？本当？本当？ありがとうございましたじゃないの？お気になん？本当？本当ですか？ほんまですか？もちきゅうさん、ありがとうございます。お肌ありがとう、ありがとう。そう、ハンナリンって言われた。なんかみんなから言われた。名付け親誰だろう、誰だろう。名付け親みちさんとかかな、違うかもしれん。なんか今日エンジン始まる前、ステージ始まる前みんなするんですけど、毎回するんですけど、掛け声誰がするみたいな空気の時にたまたまこうみちさんと目があって、じゃあさやかりんって言われて、ってなって、なんかさ、なんか私がだから掛け声言、何でもいいから言って行くぞ、おーみたいな感じで毎回おーみんなで言ってやるんですけど、え、な、な、何よ何よってなって、何よってなって、なんかやったんですよね、何だったっけ。じゃあ皆さん今日もはんなり頑張りましょうみたいな、ステイホテッド行くぞって、おでそう、その流れで多分はんなりってなりました。そう、レアレアよ、なかなかないです。私が掛け声言うことはなかなかないよ。生誕祭の時とかは、自分の生誕祭の時とかは言うんですけど、なかなかないですよ。だいたいチャートリ公演とかの時は千穂さんで、うん、花誰とかの時は誰が言ってるっけ。でも時々によって変わるかもだけど、なかなかレアでした。レアでしたね。でも今日のメンバー的に割とはんなり、はんなりメンバーだった気がする。今日の12人結構そうじゃない？みんな結構はんなりじゃない？結構ゆういちさん、たんたたぬきさん、結婚はやめときます。なんて言うんだろう、京都の方言、好きになってまいそうやわ。好きになって好きになってまい、ん？ん？ダメだ。圧倒的に私は方言が下手くそ。ツナマヨさん、ありがとう。ありがとう。はんなり選抜。トゥ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 
トントントン。私はこの後ちょっといろいろしなきゃいけないことがあるので、頑張ります。できるだけ早く寝よう。タンタンタヌキさんありがとうございます。モチキューさんありがとう。結婚はあかん、結婚はあかん。あ、そう、今日ね、あれなんよ、広島駅、広島に帰ってきて、リコちゃんとアイコジとアヤパンと カフェ星のコーヒー行ってました。珍しい。お茶しました。お茶というか晩ご飯食べた晩ご飯食べた。すごいね、ゆるいノリで決まった。あ、なんかオムライス食べたいねって言って、確かに寄っちゃうみたいな感じで、ゆるいノリで行きましたね。そう、みんな結構腹ペコだったからめっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった。また写真とか送ります。送ります。オムライスいいよね。デミとデミグラスとケチャップ、どっちにしたでしょうか。もちきゅうさん、かわいいギフトありがとうございます。ありがとうありがとう。ちなみに4人いて3人オムライス頼んだの。1人は何だったっけなんか違うやつ、ラザニアかな、ラザニアが1人とデミグラスが2人とケチャップが1人だった。これで私が、実は私はラザニア頼みましたって言ったらめっちゃびっくりだよね。めっちゃびっくりね。デミグラス予想してる人多いな。そう、今日 MC でね、私自己紹介自己紹介、ちょっと私一番あの端の一番最後に自己紹介する人だったんですけど私の自己紹介が
飛ばされかけて焦ったね。あれすみません、原田まだ残ってます。焦りました、汗。そう、笑ったね。原田ちょっといいですか。なんか今日のステージね、後ろがステンドグラスでめっちゃ綺麗だった。そんなステンドグラスの前で踊れることってないじゃん。めっちゃおしゃれじゃない。普通にどんな風に見えてたんだろう、客席側の方からは、皆さん側の方からはどうやって見えてたんだろう。見たかったな。すごい壮大、キラキラしてたんだ。そっか、ライトとかが当たって、え、いいね。ね、天井もなんかおしゃれっぽかったよね。全然その時気づかんかったけど、送ってくださった、そのステージ撮ってくださってた写真とか見たら、めっちゃなんかすごい壮大って感じ。素敵でした。皆さんペンライトとかうちわとかもありがとうございました。しっかりと見えてました。ありがとう。日曜日が終わっちゃうよ、みんな日曜日が終わっちゃうよ。タタ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 タ、いこさん太陽ありがとうございます。ありがとう。いやだいやだ、来週は割と頑張る1週間になりそうです。私はツアーに向けて、ツアーに向けて頑張ります。イエイね、1週間頑張りましょう。応援しております。私応援しております。6月か、タタ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 タ、日曜日お話し会もあるし、ワクワク。あれだ、お洋服の準備をしないといけない。準備をしないといけない。テロップどうしようかな。テロップニッキってさ、なんかあれなんでしょ、木の粉なんでしょ。何しようかな。
誕生、あ、待って、何時、まずい、誕生を読ませていただきます。13位 H パパさん、12位もちきゅうさん、11位たんたんたぬきさん、10位とりさんさん、9位ツナマヨさん、8位ヒューガヒャンさん、7位ビルマさん、6位ヤマイさん、5位末子長男さん、4位もやし生活さん、3位カズサさん、2位カズさん最下に倒し、1位翔一さんです。ありがとうございました。ありがとう。そして明日大吉の方は村さんです。おめでとうございます。パチ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 。ちなみに私がケチャップで、リコちゃんとあやパンがデミで、アイコジがラザニアでした。じゃあ皆さん日曜日ゆっくりできたかな。明日は月曜日ですが頑張りましょう。一緒に頑張りましょう。へいえよ。頑張りましょう。今さ、へいえよってやった後に自分で何しよるんやろってなって笑っちゃった。ゆっくりお休みください。じゃあね。なんかさ、この長さってまた髪が短かったからあんまりさ負けないかなって思ってたんだけど、もう髪もだいぶ伸びまして負ける長さになってきましたね。